はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、天空中央高校期間限定ルート投手でやっていきたいと思います。で、今回は夢城姉妹を入れてやっていきます。で、ちなみにね、もうすでにテイク3なん でやっててね、思ったのがキャラ性能を見るんだったら天空中央じゃない方がいいですね。あの天空中央って結局タックを無視してでもハートを取りに行くじゃないですか。だからね、そのキャラの強さを見るんだったら、まあ、別の高校でやった方がいいというのをちょっと思いました。まあただね、せっかくの、限定ルートなんで、天空中央でやっていきます。とあとね、期間限定ルートにね、この2人あのキャラ性能的にね合わない。だからね、やっぱりどうしてもねきついっす。で、ゆかちゃんちょっと見ていきますと、コントロール上限アップがあります。で、コントロール上限アップがあるんだけど、金徳鉄火面が不確定で今のところね3分の1でしか成功してないですね。なかなか厳しい。で、あと一応パワチャレ用で折り辺持った選手を作っていこうかなと思いまして、福光くん入れてます。ブレッドシュートを取りに行きます。で、ブレッドシュートを取りに行くということは福光くんで脅威の切れ味を取らないので、神楽坂くんを入れてます。まあ、この編成でもうすでに4回目なんで、もしこれで割と失敗したとしてもちょっと自分的にはもう続けていきたい。動画がダサくなっちゃうかもしれないけど、そこはもう申し訳ない。割ともう時間を割いちゃってるんでね。結構あのイベント内容は把握してきた。イベント内容って言ってもその会話の流れは全然わかんないけど、読んでないから。でもよく聞くのはなんかこの2人ちょっと性格悪いっていうのをよく聞くよね。まあ、確かになんかデートしてやる気が下がっていくから、そこら辺がね。あ、そうそうそう、あとね技術足りなくなるんで調達をどうしようかなっていうところ。まあ、小筆は自分で調達するとして、あとね技術ポイントをどう稼いでいくか。最初は発掘で2人くらい調達した方がいいのかな。あの年内に調達することが無理なんで。っていうか来た、レンチョン、いいね。もうね2月の終わりの方とかまでねエンジェルが揃わなかった時とかあるんで、まあ、どれだけ早くエンジェルを集められるかっていうのが重要だなと思いました。ただコツが来た時はやっぱりちょっと回収したいよね。練習か、あ、そっかそっかそっか、こいつはそもそも投手のコツを持ってないんで練習だ。で、友沢と似たような感じで肩練習があるんで敏捷ポイントをちょっとくれるっていう。で、今回の編成だとイベントとかで敏捷ポイントが稼げないんで、一応メンタルを見て矢部がいるのか評価上げつついくか。やべ、調達に行け、行かない。体力回復しときますか。もう一人調達したいけどコツが来てる。そう、虹谷はねマジ重要だからね、コツが。今回はさすがに全回収したいからね。で、しぐれちゃんか。さて、キレってちなみに5で取れんの？あ、取れる。のどかちゃんと練習した甲斐があったな。敏捷ポイントがないとねキレが5になったりするからね。どうしようかな。いや、完全にエンジェルにしちゃった方がいいんだよね。一番上、安定性を取っていきましょう。驚くほど驚かない、これは一番上。緊急登板ですね。一番下だとポーカーフェイス手に入るんだけど、そもそもポーカーフェイス自体がそんないらないんで。で、調達要員がいたらちょっと調達させてもよかったんだけど、どうするか。今何週、11月からねファウルとレイディが来るからね。だからこういう状態でファウルとレイディが調達に行くと超もったいないんですよね。小筆をちょっと上げとこう。上がり方がね微妙だからね、
40-40 だからさ、80になってあと人に任せるのが効率いいっていう感じだから。でここは雷と東雲くんがいるのか、ちょっとやっておきますか。頼む、行ってくれ。もう両方行ってほしい。よし、小筆 OK。 よし、ナイスだ。2人調達完了。もともとは必要ないから真ん中ムード丸にはならなかった。で残り2周、これをどうするか。のどかちゃんマジで評価上がんないな。てかのどかちゃんでもね、クリスマス微妙なんだよね。正直クリスマスいなくていい気がするんだよな。すみかちゃん2回ともやって確実にエンジェルにしちゃおう。かくら坂くんはもう本当に失敗しないよね。うわー、ここはやりたいだな。すみかちゃんもったいないけど、もったいないけど、コツはね本当に回収したいんで、リリースとカチューンだけ掴んで、まあ、虹谷が来てもかくら坂くんが来ても、まあ、どっちでもいいや。できれば虹谷のポンコツは掴みたい。よし、3。おいいね、虹谷働くわ。でこれが金徳ですね。わからない。で何に依存してるかちょっとわかんないんですけど、なんかこのイベントの内容を見る感じ、ちょっとコントロールが重要な気もするんですよね。気がするだけだよ。なんかあ、すっぽ抜けたみたいな感じで失敗してるんで今のとこ。よし、今回エンジェルの調達状態は悪くない。でね、体力はやっぱり減らしたくないんだよね。やる気もねどんどん減ってくんだけど、なぜかもう減らしてくるやつがいるから。でファウルかレイディか、エンジェルが2人いるね。小筆とサイジさんか、一応あげとこう。小筆、ここでね、あとファウルとレイリーが重なっててくれると一気に2人調達してくれるんで、それもね来てくれると嬉しいんですよね。天空中央の、まあ、ハートの状況があるからね、どうしても安定しないよね。全然安定しない。もうダメな時はマジで点数稼げないからね。まあ、あとエンジェルフラッシュの回数もめちゃくちゃ重要だし、のどかちゃんとりあえず乗ったな。とりあえず乗ったんだけど、まあこれはここにしてハートを放出しておきますか。ひかりちゃんとしびれちゃん、ベンチョンとかも投げられるんだけど、ベンチョンとか顔が怖えな完全にこいつずっと病んでるぞ。で今8人でしょ、あと4人集めなきゃいけないからね。ずーっとやってて年内に集まるくらいか。まあ、早いは早いな。みさちゃん、ここの照れ隠し、これ何がいいんだろうね。まあ、カナカウだと千丸の可能性があるけど、ちょっとそういうのはやらない。全力だったらねここ一択なんだけど、一番下なんかやる気が2下がるから、あ、そうだね、ちょっと湯渡り上手取っておきますか。あ、いいね、メンタルにレイディーがいる。でミサちゃんも上げときましょう。ちょっと一応エンジェルフラッシュが起きてないかだけは見る。そうで投手だからね、結局ワイルド雷とジェントル東雲を入れてないんで、体力の消耗がめちゃくちゃ激しいんですよね。だからまあ投手でやるときは、まあ、ジェントル東雲を、東雲じゃなくて雷の方が精神だから入れてやると体力消費が抑えられるんでいいかもしれないけど、かといって精神2人は入れてらんないからね。それを考えるとやっぱりゆかちゃんは外れざるを得ないです。これってカリンちゃん、これは
あ、体力回復か。よしよしよし。3人。3人か。いや、これここだな。ファルいるしね。レンチョンはもうあげたよね。くほ。黒い。レンちゃんは相変わらず黒いんだ。そういや、入れてやったことなかったな。期間限定になってた治癒で2回目か。もうこれがちょっとコントロールを上げていこう。監督評価8上がった。やったわ。 C とかにしておく。これでどう。あっ、いけんね。ちょっと待って、治癒がいる。治癒がいるんで、あってかもう全員揃ってんじゃん。スミカちゃんっていたっけ。スミカちゃんは回復ハートを放出してくれるんで結構いいと思うんですよね。要は全経験点になるかな。でクリスマスを迎えるといえば迎えるんだけど、そうか、告白が来てねえんだ。忘れとった。まあいいや。コツを回収しとこう。球速も上げとく。なんだろう、ちょっと急反応。起きたら内容を見てみよう。鉄仮面のやつ。でドクター K は OK ですと。でここはもう回復しておきましょう。モテモテとかね、ほんと意味ないから。もったいきた。よしよしよし、だいぶ戻したな体力を。でこっちっていうかタックが来てないけど、それはいいや。ここいいなあ。黒ハートがなんだかわかんないけど、放出はしときたいよねやっぱり。ここにも筋力。20は厳しいよな。あ、回復できる。ちょっと回復しよう。本当に体力管理が厳しい。福光くんのコツか。あ、ここはめちゃくちゃ回収できんな。のどかちゃんか。3人か。いや、2人で回収だなこれは。ここからさらに減るんでしょ。うお、28とか。あー、もうメンタルでお茶を濁そう。結局だからメンタルに頼らざるを得ないんだよね。てかさ、あれがエンジェルフラッシュが発生してるかどうか見てなかったな。ちょっと今のはミスジャッジだったな。でこれでまた体力が減るのか。悲しすぎる。チョコレート食おっかな。バレンタイン前にチョコレート置く。あ、休日の過ごし方コンボね。これも1回も成功してないんだよな。でまあちょっとざっと言うと、海だと体力がめちゃくちゃ減るけど、コツが3つもらえる。闘志と根性と荒れ玉。でもさ、ゆかちゃん入れてるとさ、闘志なんて取らないじゃん。闘志のコツ意味なくないっていうのをちょっと思ってる。で野手の場合は逆境、窮地、本塁戦か、まあ全て1ですね。で山の場合はまあちょっと体力減って経験点がいっぱいもらえる。で先制ストライクのコツが2。野手の場合はムードなので、まあ投手の場合もし山を選ぶんだったら、あ、っていうか野手の場合は山を選ぶ必要はまあほぼほぼないかなっていうところで、家の場合はまあ成功失敗があって、成功すると投手の場合が勇猛果敢、野手の場合がエースキラーで、家で失敗するとなんかいろいろ減ると。内容見よう。家がいいかなって。これもうこの流れは失敗の流れなんだよね。そのまま逃げていくと体力だけは回復するけど、至急ちょっと見る。3人か。これ遅い。どう。ちょっと待って、見よう。うー、撃たれたー。嫉妬。嫉妬
え、待って待って、力んじゃダメだ。このバッターはチャンスに弱い。スポーン、失投ってことはやっぱコントロールだよね。でさ、俺毎回さコントロール上げてたと思うんだけどな、なんだろうな、ちょっとわかんないです。依存がわかる人ちょっと教えてください。今のところだから4回中1回しか成功してない。でこれタッチいる。で成功率悪かったらねちょっと厳しいよね。今のところ俺の中でもめちゃくちゃ成功率悪いんだけど。で虹谷はコツが欲しいのでちょっと守備やりましょう。で本当だったら鉄仮面で敏捷も使うんで稼いでおきたかったんだけど、ポーカーフェイスとかじゃあ取らねえわっていう。やっぱりね安定設定ここでまたやる気が下がるのか。安定設定すげえ重要だと思うんだよね。3人か、ここ割と回収ができるな。ちょっと回収しよう。あとは福水くんのブレッドシュートだね。これちなみに失敗したとしてももうちょっと続けます。ねこれは一番上でいいかな。喧嘩も体力が持ってかれるでしょ。でのどかちゃんそもそも骨格来てないでしょ。お出かけないよね。だってエンジェルはもう全部揃ってるから、コントロール上げときますか。で変化球333にしてブレッドシュートを取りたい。350くらい経験点直すと350の120だから470くらいは軽減できると。いえ2体のコツがある。いやもうなんか歩をチョコ食う、チョコ食わないとやってらんねえよ本当に。よし奪三振掴んだ。で告白1回はねデートしとかなきゃいけないんで、まあ、特に体力の減り具合とかにもよるけど後でまとめてデートします。神楽坂くんかだったらでもコツがあるんだよね。エンジェル3人っていうのもありだと思うんだよね。ちょっとエンジェルでいこう。結局さこうやってタックを無視してエンジェルに走るからね。あといつエビルが来るかだよね。でこれ2回目なので下で進めていきます。でブレッドシュートはブレッドシュート投げるっていうイベントだから、そイベント内容だけ見るとちょっと何に依存してるのか全く予想がつかない。エンジェルフラッシュいきましょう。急速か、重要なのは急速を上げとこう。上げられるだけ筋力溜まってきたからね。てかもう来ちゃったんだけど撃たれたなんだやっぱり急速か。急速144、そう144まで上げないといけないっていうのがねなかなか大変だよね。めちゃくちゃ落としてんな。あいける、どうでもいいや。確かポーカーフェイスを持ってたと思うけどもういいよ。精神キャラはねなんか知んないけどコツのポイントが少ないんだよね。理由はよくわかんない。そういうテーブルだからとしか言いようがないけど。あ4人いる。てかエンジェルフラッシュのめちゃくちゃ起きてんな。これもさ、そう思ったんだけどさ、そのエンジェルから刺激的なハートを受け取ったエンジェルフラッシュという名目でマネージャーから集団でいじめられてなんだか気持ちよくなってきた。それで体力回復するからねこいつマジやべえやつだよ。体力下がった、ひどい。虹谷3人2人うお、すげえ、これ超体力減りそうじゃん。やってみる、溢れないよね。やってみよう。あ、
ハート放出してくれた金徳ハート14とかマジで死ぬんだけど、回収しとこう。これちょっとメンタルに頼る。ここからはメンタルでハート、うおー追いつかねえんだけど、ど根性マジか。そんな根性ねえよもう俺には。いやーなんだこれは、もうやりたいけど無理だ。ただデートでもさ回復しきれないからね。反省してなんか怒ってんのか、これ何がダメだったんだ分かんねえ。デートコースがまずかったのか、不眠症になっちゃったよ。2次体ちょっとだけでも回収する。だって回復いくと21でしょ。違う、これはまあまあまあだな。奪三振5になった。あーもうだいぶハート消えちゃったかな。そうするとまあメンタルをやるしかないからね、体力的に。10、いややっぱり東雲か雷いないと無理だってか。ここでの不眠症マジきつい。ちょっとエンジェルフラッシュができないから直そう。5月とはいえ終わったマジゴミだな。あいる、やろう。これでさあれだよね、多分不眠症でまた体力減らされるんだよね。不眠症って何パーくらい ?25% くらいかな。お疲れ。鉄骨回収しつつ、これ3つ回収したい。デンちゃんのお楽しみボックス。ちょっと待って、コントロールまだ置いておいて、特能を取ってちょっとさばいていくか。脅威の切れ足、脱臼反応、ポーカーフェイス取る、取ろう。ド根性とか、ドクター K、ドクター K3 であればまあまあだな。1だと結構重いんだよね。子宮、子宮消すだけだったら、でもそんなでもないからまあいいか。で順の、よし回収。精神が2つくらいあった。でどんくらい減んの ?26。どっちがいいんだ。どっちも間違ってるってどうなの。上だとね、タイピンが手に入るんだけど。博士回復してくれ、マジでもう死んでしまう俺は。これで不眠症治ってくれないっていうのが悲しいよね。タックか、ゆかちゃんのことだしな。そして6月を迎える。バント封じ、うお来た不眠症3人。あこれ超回収して、あここも回収したいな。2次体そろそろなんかハート消えそうだよね。無理なんだけど本当に。よしコンボツ、じゃあコントロール上げきりますか。102で6月の2周もう無理。これでちょっとずつ回収していくしかない。で精神なんだかんだでもう5レベルで、メンタルのタックが組めるね。最後メンタルやろう。あのレンちゃんのハートを回収する。もう一緒だって、これ回収しよう。精神か、てか何気に変化球ポイントが溢れそうだ。でこっからはもうデート三昧だね。監督とか18も上がる。945あるけど、スライダー4のカーブ4のフォーク4にしとこう。でここに本当はだからブレッドシュートが欲しかったんだよな。で技術やっぱ足んないね。スタミナは D にしときますか。で
筋力はだから結構稼げるんだよね。あとはもうオールデートをしていかないとそもそも筋力取れないんで、てか空デート今まで起きたことはないけど、どうなんだろうな、また絶対ないですっていうくらい試してはないから。でここはもうあれですね、もうサクッと打ってもうサクッとまたカットしちゃいます。ゆかちゃんじゃなくてのどかちゃんは結構ね選手能力野手として高いから試合では活躍できるんだよね。でここもなんだろうね、だここら辺からなんか仲良くなってくるよね。まあ大体でも最初の方のなんだっけ、好きで付き合うパターンじゃないやつって 3,4 回目くらいからこう本当に好きになっていくみたいな、なんかあげられるもある技術ほんとねえな。今回めちゃくちゃ試合早かったな、打席1回しか回ってこないで勝った。でラストレート、どっち取る、原点回帰か、あとなんだっけ、原点回帰の方はあれで取ったんだよね、骨を回収するために。デートの5回目、あ先手必殺か、あなるほどね、先手必殺が取れるから先制ストライクのコツをイベントで取っておくっていうのはありだったね。なるほど、そうかそうかそうか、そこはちょっと考えてなかったな。じゃあちょっと手を握ろう、失敗する可能性があって最悪爆弾が手に入るけど、おい、おお、いいね、こういう積極性が重要だよね。コントロール足りてねえかな、なるみか、どうしよっかな、まあ、こっちもあるしこっちにしよう、肘が痛い、牽制、変化球ポイントはあるんだけど技術ポイントがないからね。ツーシームとかここら辺の第2ストレートも基本技術使うからさ、やっぱり技術は大事だな投手に。で今どうなの、全体的な経験ってそんな言ってない気がするんだけど、コツかこっちかって言われたらこっちにしよう。最後もう一回練習できるよね、白鵬か。いや余ってんな、マジで筋力余ってんな。打球反応取れるけどこの2つ25、もう一回練習すればど根性取ったらマジ精神なくなったんだけど、重い球とか取ろう、重い球どこあった、ジャイロボールも結構筋力使うけど他の2つも使うんだよな。先手必殺、あーそうだね、やっぱ先制ストライク取っとくべきだったね、てか手応えがあるから取ろう。で速球対抗心取ろう、変化球がちょっと余りまくってんな。いやめちゃくちゃスカウト評価上がんな、まあ、最後練習してガーここに来て不眠症ひでえ精神ないからメッタでもやっときますか、悲しすぎる。まあ最後の試合はちゃんと見ていきますかね。変化球500あんのか、シュート覚えよう。ファールは本当にスクリームボールとか打ちづらいのを持ってるよね。サークルチェンジも苦手だし、スプリットも打ちづらいし、ドロップカーブも縦に割れるから打ちづらいし、
初球引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第2球投げた。これはどうだ、いかないけど、まあ点にはなったか。天空、まずは1点先制。やる気がちょっとない。タイムリーツーベース。天空、なおもサークルチェンジがね、マジで打てない。投げた、見送ってボール。どっちかっていうとスプリットの方が降りてくる狙い目だけど。打った、レフトへのスライダー、抑えた。三塁ランナータッチアップはどうだ。天空、さらに1点追加。2対0。初球を打ちました。センター交代、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。抑えてはいる。雷、天空、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で雷。スプリットはボール。夢島のとこちゃんが出てんのか。第2球投げた。サークルチェンジ、サークルチェンジ5あると結構こう曲がるからね。ちょっとずらせばいいっていう話じゃないから。次は4球目、投げた。無理だ。ボール球打った。掴みました。走った。天空、なおもチャンスが続いています。第9球投げました。スプリングボールはボール。152キロ出るのか。伸びも持ってるかんな、こいつ。投げました。ヒットした。打ちました。行かなかった。そして2点取られてるし。勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で辰巳。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げました。タイピング持ってんだこいつ。だからだ。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。タイピングが1なのか全然ダメだ。1なのか2なのかよくわかんないけどさ。天空、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー1塁2塁という場面。サークルチェンジ結構落ちるんだな。セーフ。ゲッツーは間に合いました。さすがヤベの足の速さ。あ、無理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 。夢城、初球から打って取りました。これスカウト許可わかんねえ。いやさすがだ。どうしようかな。中継ぎ、中継ぎってかもうこいつそもそも使わないからね。あ、そうそうそう、なんか違うんだよね。いっと、ふわってわってわって、のどかに対してあらゆることを完璧に教え込んできた。あ、そうなの。これってあれだよね、双子だよね多分。値段じゃねえや、年齢一緒だよね。伸び、いや鉄仮面の成功率が、まあ、そんなやったかって言われたらやってないけど、8100とか。どうしよう、これじゃあちょっと筋力余っちゃってるから、筋力を先にさっぴく前に、筋トク大丈夫なんだっけ、それだけ見とこう。大して筋トク取ってないからね、そもそも。先手必殺だ。あ、ちょっと前回も取ろう。でこれでちょっと急速に振ってきますか。150か。バランス悪っ、余り方のバランスが悪いな。打球反応か牽制かって言ったら打球反応の方がいいな。いやーすげえバランスの悪い余り方したね。350くらい余っちゃった。まあいいや、ちょっとこいつはもうそのままいきます。まあ2つ落としてるからね。あ、そうだ、ここまで来ちゃったよ。まあそんな感じでね、とりあえずね、まあ、この動画は、なんていうの、もうめんどくさいから、4本目だから、そのまま流します。めっちゃ失敗してるけど、だからそのめっちゃ失敗して、4回中、だから4回失敗してるってことなんですよ。その全部が全部うまくいってる時はなくて、で鉄仮面は今のところ4分の1しか成功してない。で、コンボは4分の0っすね。1回も成功したことないんで。あとこの2人はテック中央合ってないと思います、あとキャラ的にというのがあるんで、まああとそうだね、天空中央の期間限定ルートやるんだったらやっぱり東雲か雷入れないと体力が厳しいんで、まあ、野手の方がいいんじゃないかなとは思います。まあ投手でやるんだったら、まあ、ワイルド雷入れて、まあ、体力減少をして、
ただクロスキャノンの骸骨を取るのがね、クロスキャノンのも結構重いからね、直撮りしようとするとやっぱ技術が、とあとそのハートの種類が変わってるんで、技術をどう稼ぐかっていうところもちょっと一つポイントですね、投手の場合は。まあ野手もそうなんだけど、だ経験点のバランスがねあんま良くないと思うんですよね。まあそんな感じで強化パワコーとかが来てればね、強化パワコーはねキャラ性能を見るのにはかなりいい方向だと思います。まあ、イベント経験点が高い人だとね、イベント経験点さらに稼げるんで、イベント経験点がちょっと弱くても底上げには、なるんでね、本当は強化パワコーとかで試したかったんだけど、まあ、ちょっと強化されてるのは天空中央なんで、こんな感じになりましたと。まあ、ちょっとこの画面で申し訳ないけど、そんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。